新聞広告、我が家の楽園は、1938年のアメリカ映画、コロンビア映画制作、第11回アカデミー賞の作品賞、監督賞を受賞した。この作品の原作は、ジョージ・エスカウフマン、モスハートのコンビが書いた、ピュリッツァー賞受賞の儀曲を、キャプラの良き相棒ロバート・リスキンが脚色し、キャプラのキャスティングの見事さと語り口のうまさによって、 映像化したものである。ハリウッドの人気スター、ジーン・アーサー、ジェームズ・スチュワートと、舞台出身のベテラン俳優、ライオネル・バリモアとエドワード・アーノルド、それに、達者な脇役のコメディアンたちを適材適所で演出し、観客を笑わせてくれる。キャプラを得意の人間味あふれるコメディの一本である。当時 MGM 専属で凡庸な二枚目だった、スチュワートの起用は、キャプラの自作。 スミストへ行くの成功へつながることとなる。スチュワートは第1回東京国際映画祭グレン・ミラー物語特別上映の舞台挨拶において私の大好きな監督はフランク・キャプラとアルフレッド・ヒッチコックですと語っている。ジェームズ・スチュワートとジーン・アーサー軍事工場の経営者カービーは敷地を拡張するために住民を立ち抜かせようとするがバンダーホフ老人の抵抗に遭う。 副社長をしている実直な息子、トニーの秘書アリスが、バンダーホーフ老人の娘だったこともあり、トニーを説得に行かせる。当初、トニーはアリスに夢中だったため、仕事のことなど興味はなかったが、彼女の一家に愛衝撃を受ける。もともと老人は自由に生きるのが人間の本来の価値だと、悟り会社を辞めたという人物であり、アリスの姉であるエシーはお菓子の工場に勤めながら、 レスラー上がりの変なロシア人にバレエを習っていた。また、絵師の夫は印刷とお菓子の販売が本業なのだが、シロフォンの演奏に熱を上げており、アリスの母親は劇作か気取りでタイプライターを叩いていた。おまけに家には、玩具や花火を作っている連中も同居しており、アリスが一家で唯一まともな人物だった。トニーはすっかりこの一家のペースに乗せられてしまい、 愛するアリスと一緒に、一家の一員になりかけてしまう。息子の愛する女性の暮らし向きが気になったカービーは、バンダーホフ家を訪ねて、あまりのことにびっくり行天この時、エシーの夫が印刷したお菓子の包み紙に、不穏な文句が記されていた、というので刑事がやってくる。そこへ地下で、花火が爆発、消防車まで出動してしまう。この大騒ぎで、裁判型になるが、 友人たちが金を集めて、罰金を払い、一家を救う。バンダーホーフ老人の、いくら金を儲けても、あの世までには、持っていけないという説明に納得したカービィは、土地買収を中止する。トニーとアリスも結ばれ、両家の一族は仲良く手をつないで踊り回る。ありがとうございます。